どうも、ボヒケンです。本日は水曜日だよね。作業を始めていきましょう。昨日でここのマスターバッグは取り付け、なんとかここも作れて、そんな感じなんで、今日はね、ちょっとペダルの方ですね、やっていきたいと思います。よいしょ、あー腰が痛いわ。まあペダルプラス、ちょっと待って、ここを入ってで、ここにブレーキのスイッチのやつがこういう風についてたので、割り出していけば OK。 うん、ちょっとブレーキスイッチを室内から外して持ってくるか。よし、多分こうしたかったんでしょうね、本当は。これを作った時にこういう風に、ね、でもこの位置でつけると、ここにあのマスターバックからのあのあれがつくもんで、つけれないんだな、これ多分ね、当たっちゃうんだな、こうギリギリなんとかなるような気もするけどな。ここにワッシャーとか入れてやりゃ、ちょっとこうなるとブレーキついたもんな。なんとかなりそうな気もするけどな、ここの調整だけで。だんだん緩んできてこうなっちゃった。それでいろいろかましたのかな、違うよな、絶対に逃がすためにやったんだよな、多分こうしたかったと思うんだよね、本当は。まあそれだったらどうしてやろうか。ちょっと一回組み込んで見てみますね。なんとか調整だけでできねえかなと思ってんだけど、ちょっと見てやってみようか。はい、今つけてみて分かりました。やっぱりですね、ちょっと待ってください。やっぱ本体に取り付けて、こうやってギリギリまでこっちへ持ってくるっていうのはできないですね。あのここにあのマスターバックのピンが貫通するんですけど、こういうステーが入って、でこのステーにすでにもうこのスイッチのここが当たってしまうんですよ、一番こっちまで持ってくると。なので逃がすことができないと。そうなんだよな、逃げない、ぶつかっちゃうんだ。だもんでやっぱりこの辺に1個作ってあげて、レバーが当たるようにしてやんなきゃダメだね。まあここに印してあるんですけどね、ちょっとそれでやってってみます。はい、というわけで、尺を稼ぐためのステーをここに作ってあげまして、でよいしょ、このレバーがここにこう当たるようにしてあげれば OK と。この辺なんだよね、多分この辺。大丈夫じゃない、これで。よし、ちょっとここはあのなんかまあまあ剥げたりしてるんで、ここどうせ黒く塗るんで、ちょっと全体的に、あ、これかぶしてるだけか、ここ以外ちょっと塗っといてあげますね、軽く足付けしてきます。はい、塗っておきました。いい天気だからすぐ乾くと思います。では乾かしてる間に、暑いな今日も。さて、乾いたので取り付けてみましょう。はい、映ってるかな、完璧ですね。一番こっち側の位置で、でブレーキ、よし、やっぱりマスターシリンダーでしたね。ちょっとこのオリジナルの配線あるじゃないですか、こう布巻き、この辺怖いね、あっちこっちね。
まあ芯の芯まで崩れていないから大丈夫っちゃ大丈夫なんでしょうけど、この辺も全部あれだもんね。ちょっと怖いな。そのオリジナルの配線に新しい配線結んじゃったりしてるんで、まあしょうがないっちゃしょうがないのか。あっちこっちから配線泥棒してるね。でホーンの鳴らない原因ここかもな。配線泥棒しちゃってんだよね。これが原因のっぽいような気もする。まあその辺はちょっと後でやろう。あ、どうしよう、出れない出れない、ちょっと待って。キーオンじゃないとブレーキが点灯しないみたいですね。はいはいはい、完璧ですね。離せば、今踏んでます、離します。大丈夫、これでブレーキは OK。 常時電源でブレーキ繋がってないんじゃない、こっちは。こいつはそうか。まあいろんなやり方があるので、あとはちょっとエア抜きだな、本当に。エア抜き、エア抜きをやんなきゃ。ちょっと待ってね、誰か来ねえか。これでとりあえずキャディちゃんの方はブレーキは終わりました。続いていよいよラジエーターの方に入るんですけど、今日はちょっとこっちの3100ちゃんのブレーキの方をやっちゃおうと思うので、また、今からちょっと一回ミノムシにしておきます。このフィッティングに、こっちを作ってここに刺さるようにすればいいというだけなので、このサイズのフィッティングを探そう。よいしょ、ちょっと待ってちょっと待ってね。よいしょ、ありました、このちっちゃいやつ。これが2つ。よいしょ。で、ここまで作ってあるので、ある程度目安をつけて、師匠にこの前教えてもらったんですけど、ここの曲げる位置がなるべくこっちへ近い方がいいらしいんですよね。なんで、ちょっとこういう風にしてこう入れる。最初はちょっとこう斜めにして入れちゃおうかななんても思ってたんだけど、まあちょっとなるべくなりよくちょっとやっていきますね。では、はい、ブレーキつながりました。終わり、これで。よし、これでブレーキは終わりましたね。こっちもだからエア抜きやって、漏れなければ OK。 よし、いい感じでつきましたね。よしよし、はい、いてさて、もう一つ届いたパーツが、空き箱だらけ。よし、もう一つ届いたのがこっちですね。スロットケーブル、ちょっと箱も捨てるか。今パッケージから出しました。ロッカー製のやつですね。ただここにも書いてあるんですけど、よいしょ、下側がもう違うやつがくっついてるので、まあなんとかここにつけばいいだけの話なんで、ちょっと板っぺら1枚作ってこいつがはまるようにしてやって、そこはクリア。でこいつも別にそこにはまるだけだから OK。 で問題は長さね、長さ、こうやって見ると分かるけど全然長いでしょう。なんでそれをちょっと加工して、まあ、中身のワイヤーはどうとでもなるんだけどな、この外身のこれ多分ここで外すと思うんだけど、多分外れるな。ちょっと待って、確か外れたよねこれ。外れる外れる、これちょっと後で、こう分かりますか、ちょっと抜いちゃうとまた入りにくくなるので、ここね、
のあれと一緒です。このあっ、いってえいってえ、この間のオイルクーラーのやつと一緒ですね。オイルクーラーじゃねえ、燃料とか、いや入んなくなっちゃったまあこれをちょっと調節して、長さを合わせて作ってあげるって感じになるんだな。これが外へついて、よし、そんな感じです。暑い、ちょっと休憩しよう。あちょっと こっち時間かかりましたね動画にすると短いでしょうけどね。